アメイジングギア史上最速で売れたヘッドランパッドエアです。ロングパッドってみんなめっちゃ振りやすさあるやん。全員振りやすいって言うと、ちょっとヘッドの重みも感じる。大切になってくるんですよ。多分これ大谷さんがね、こういう時代なんですよ。もう強さ、スイング力がない選手は絶対無理。アメイジングギア史上最速で売れたバット今手に持ってます。はい、ヘッドランパッドエアです。こちらですね、とてつもないスピードで売り切れたバットなんですけども、限定100本やったんですけど、限定100本やったんですけど、はい、寿司頼んで食う前に売れてました全部とてもないな、はい、で本当にこのね、ヘッドランパッドエアっていうのは軟式は起きていいとか並べていいとか、まあ、打てるのは打てるんですけど、まあ、公式はちょっと細さの分用途がちょっと違うんですね。あの素振りで使ってくださいっていうのでお伝えしてるんで、あの素振り用なんですけども、最速でね買っていただいてですね、このヘッドランパッドエア何がいいのかっていう、なんでそんなに皆さん求めてくれたんかなっていう部分で、これもう一回ちょっと僕が改めてご説明します。まあ、この長さが90センチで 550g というところで、めちゃくちゃ軽いんですよこれ。ただ軽いだけやったらダメだったんですよ。90センチのこだわりなんですよ。なんでこの90センチのこだわりとこの軽さで、なんでそれが素振りでいいのかっていうのを説明していきたいと思います。ぜひ最後まで聞いてほしいなと思います。お願いします。はい、じゃあね、説明していきたいと思います。まずですね、この90センチで 550g してる理由ですね。まずね、90センチってノックバットイメージしてもらいたいんですけど、ノックバットってみんなめっちゃ振りやすさあるやん。全員振りやすいというと思う。その長さ、振りやすいって感じるプラスちょっとヘッドの重みも感じるっていうのがまず大切になってくるんです。なぜかというと、バットってこうやって振るときにヘッドの重さで勝手に走ってくれるから。だからこの勝手に走ってくれるっていう感覚がちょっと残したいからこそ90センチっていうのでやってます。プラス550っていうのはむっちゃ軽いぞこれ。やばいやっぱ。多分これ大谷さんよね。なんでこの軽さが素振りで大切なのかっていうと、人間って脳なんですよ。脳の伝達で基本動くんですよ。足の指動かしたいなっていうのも、脳がちゃんと正常じゃなかったらうまく動かないわけですよ。じゃあまず脳をバグらせるんですよ。軽いものを持ってブーンと振ると脳はそれについていこうと思って筋肉を動かすんですね。だからスイングスピードを上げるってなった時に、重たいバットっていうよりも軽いバットでこんな感じで満振りしていった方が、このキレとスピード、これが圧倒的に身につくんですよ。だからこそこういうヘッドランパッドやヘッドの重さも感じながら振ってほしいというのでこれ出してます。で、まだまだあります。はい、組み合わせが大事なんですよ。組み合わせが、僕ね、現役の時に最初中学とか高校の時ってスイングスピードめっちゃ遅かったんですよ。でも今となっては体小さい方なんですね。この間身長測ったら168やったんですよ。でも飛ぶんです。で、スイングスピード速いんですよ。なぜかって言ったら、僕がやってた練習がこんな練習なんですよ。この3つなんです。この3つで、皆さんね、ヘッドランパッド X、はい、これ持ってない方もいると思うんですけど、ヘッドランパッドってこれ重たいんですよ。基本は振りやすいんですけども、まず重たいバット、30回振るんですよ。で、なんでまず重たいバットを振るかというと、人間ってめっちゃ分かりやすく言うと、ベンチプレスあるじゃないですか。ベンチプレスを100上げる人と70しか上げられない人、60キロ、じゃあ次ベンチプレスを100キロバーン上げる人、70キロしか上げれない人、60キロのベンチどっちの方が早く上げれるかって言ったら、絶対100キロ上げる人なんですよ。100キロ上げる人の方が筋肉が強いんで、60キロまず軽く感じるんですよ。ドーンって絶対早く上げれるんですよ、間違いなく。ってことは、まず重たいバットで30回ぐらい、もうほんま下手し10回ぐらいでもいいので、しっかりと重たいバットでも自分の体をうまくコントロールする、筋力をつけるっていう動作を行います。その次、その筋力をつけた後、こう
これですよ、ヘッドランバットヘアで振るんですよ。これでさっきの筋力つけたのをスピードに変える、スピードに変える。これもまあ最悪10回でもいいです。30回振れた最後で試合終わってさ、はい、もう僕の中の試合はペンタゴンなんで、でこのペンタゴンでもこうやって振りに行くんですよ。だからあの軽いバットの意識が脳はバグっちゃってるから、その感覚でブーン振れるからめっちゃ速いなのスイングスピード。もちろん最後試合用なんでこのウルティムス、はい、この試合用バットでも振ってもらって OK です。はい、ペンタゴンでもいいですし、ウルティムなんでそのスイングスピードをこんだけミノルマン上げてほしいと、強さが欲しいと言ってるかって言ったら、そういう時代なんですよ。もう強さ、スイング力がない選手は絶対無理、活躍できる。だってあんだけピッチャー球速いんやから。でピッチャーのレベルが上がっていく、シンプルにピッチャー投げる球も速いんですね。じゃあその速い球を打ち返そうと思ったら、もう根本的にスイングに力がないと無理なんですよ。だから一番手っ取り早いのはスイング力を上げること、もうこれです。そのスイング力がない中でバットはこう出しましょう、ああ出しましょうって言っても、もう無理やろ。根本的な持ってるもんがちゃうから。だからまずはフィールドとしてその160キロ投げる人がいるんであれば、160キロのステージにまずは自分の体とかスイング力を持ってこないと打てるわけがないんで、だからこそスイング力、スイングのスピードを上げてほしいっていうのでヘッドランバットエア出してますんで、ちゃんと僕ら段階を持ってね、はい、これはこういうの、これはこういうの、これはこういうの、ストーリー性を持たせて販売してるので、はい、ぜひ皆さんヘッドランバットエア使ってみてください。まあ、これ本日よりまた予約販売が開始されます、はい、で、はい、発送がですね一応6月末を予定してるんですけど、はい、まずそれですみません申し訳ないです、あの頑張ったんですけど、はい、100本しかまずそれ用意できなくて、100本で、はい、そこでまず100本やります、はい、でまだ100本、その後、はい、7月の中旬、うん、発送分として、残り900本仕入れました、はい、なので、はい、今回この動画で見てもらって欲しいと、はい、ご注文いただいた方先着100名に関しては、はい、6月末に届けれます、はい、ただそれ以降のお客様で、はい、まあ、少し待てるよという方に関しては、うん、7月の中旬、うん、発送の商品として受付はしてますので、はい、概要欄からチェックいただければ、はい、ご購入はいただけます、はい、もうね本当にね予約なんて申し訳ないです。すぐ発送したいんですよ、はいはい、大変なんです。そうです、工場、木材がなかなかね、結構いい木材使ってたりとか、うん、特殊な軽い木材使ってるんでなかなか見つからないと、そうそうそういうところもあって、はい、特にこのヘッドランバットエアかなり特殊なんで真似できないんですよ簡単に、うん、はい、なのでそういう要素も含まれてるので結構大変っていう、はい、でもね本当に予約は販売してますけども、そんぐらいいいんですよ。すぐに当日販売じゃなくて予約でも皆さん買っていただけるので、本当にこう良さ分かってくれてる方なんで、ぜひみんな予約販売してください。お願いします。ということで以上です。ありがとうございました。